どうも、口縄です。今日はですね、バナナを思いっきり握りつぶしたらどうなるか。その後はそのまま食べてみたいと思います。はい。と思ったけどね、ちょっと腐ってる。もう一本の方でいいや。こっちでやります。はい。ちょっと黒い。あれは蛇に食わせればいいや。うわ。じゃあこっちかな。この向いた方を、向く方か。を上にして、握りつぶしてみたいと思います。はい。いいですか？はい。片方だけでいいかな。いや、あ、いいや、もう2本やっちゃうか。もう一気にいったらどうなるか。さあ、やってみたいと思います。どうぞ。いきます。3、2、2、1。え？上からね、にゅるんって出てくれると思ったんだ。いただきましょう。指の跡しっかりついてるね。食べますか、ね、あ、うわー、食べづらくしちゃった。ちゃんと食べましょう。普通に剥いてくれよかったな。あ、はいはい、うまい。これ食べてもいいかな。美味しい。モザイク。あ、でもね、この皮にちょっとバナナの肉ついちゃった。ああ、そうだね。ちょっともったいないかもしれない。舐めるか。果肉っていうのがね、バナナもちゃんと。なんていうのかな。まあ、果物の肉だから果肉でいいと思うけど。うん。下の部分こうなっちゃってる。うぇ、食べる。まあ味は変わんないから。うん。うん。ただ食べづらくなるだけだ。くそ、上からね、こう、チュルンって出てね。そう、スルッて食べたかったんだけど。枝豆未来ね。枝豆とかね、そういう風に。ああ、そう、プチンって潰す。もちろん。プルンって出る。うん、そう。以上です。はい。はい。ご視聴ありがとうございました。